新型コロナの最新情報です道内では新たに10人の感染が確認されました、はい、札幌市が7人、旭川市が1人そして函館がゼロなんですが先月の22日以来感染確認はありませんそのほか小樽市と石狩管内が1人ずつとなっていますそしてクラスターの拡大が1件で札幌の医療機関3人増えて58人となりました